23ヨギボー B リーグ第8節サンフレッチェ広島レジーナ VS AC 長野マルセイロレディース皆さんようこそお越しくださいました。スタジアム DJ の竹本智子です。どうぞよろしくお願いいたします。あ、皆さん明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。いや今日雪ワークがね朝ついてたから寒いかなと思ったんですけどもね、雨だったんで安心しましたけども、2人は寒い、なんか冬眠終わったらしいね、2人ともね。大丈夫？眠たくない？大丈夫？まだ寝てる？フレッチまだ寝てる？本当？サンチェは？ちょっと？まだ寝てる？今日ちゃんとお仕事だから2人とも頑張ってね。大丈夫？やめて寒いみたいな感じの、あ、でもあったかい系助かるよ。ありがとう。よし、じゃあ紹介していこうか。はい、今日は新春イベントということで、運試しおみくじが外でね開催されてるんですが、運試しおみくじやった人、あ、もういっぱいやられてる。当たったもの見ててください。なんか誰か当たりました？何か当たりました？あ、タオルマフラーとか、あー、なんかそれなんだろう、あー、なんか当たってるね。ちょっと見えないね。当たってる。ユニフォームとか、それ何？キーホルダー？おー、すごい、おみくじ皆さん当たってますね。サンチョフレッチも後で運試しおみくじやってみたら？ね、いろんなものが当たりますのでやってみてください。さあ、そして、レジーナ全選手とフレッチとサンチが書いた2023年の抱負も展示してますので、そちらもご覧になってください。そして私も食べたんですが、レジグル食べた人、レジグル、あ、食べてますね。まだの方、美味しかったよという人、わー、ビシッと手が上がりますね。キムチチゲと豚汁ってことで具がねたくさん、え、2人は食べた？あ、食べた？フレッチ食べた？美味しかったよね。ねえ、え、どっち食べたのかな？キムチ？豚汁？豚汁食べた？あー、豚汁なんか食べてない？サンチ食べてないの？フレッチだけ？あー、そっか、今ね寒いからちょうどいいよね。まだ食べてないという方はぜひレジグル第2弾ということで、キムチチゲと豚汁がすごく美味しいですので、ぜひぜひ皆さん食べてみてください。さあ、ゲスト紹介しましょうか。今日準備ができてますからね。今日は NJ ボルテージの皆さんに来ていただいています。では紹介させてもらいましょうか。こんにちは。私たちは廿日市を拠点に活動している NJ ボルテージダンススクールです。今日のダンスは